その名も、デリカミニ。三菱は、新型系スーパーハイトワゴン、デリカミニのスペシャルサイトを、2022年11月4日に開設し、エクステリアデザインを初公開した。同社は初代、デリカの発売から55周年となる2023年度初夏に投入する計画で、東京オートサロン2023に参考出品される予定。 デリカは1968年に発売したデリカトラックから始まった。翌69年にデリカ版を追加するとともに乗用車のデリカコーチを設定した。商用車としてスタートし乗用車もラインナップしたデリカは1979年の2代目デリカスターワゴン86年の3代目デリカスターワゴン 94年の4代目デリカスペースギアは本格的な 4WD システムを採用してアクロ走破性を備えたワンボックス車という独自のポジションを築きアウトドアレジャーを満喫するためのパートナーというデリカのイメージを確固たるものとした2007年に5代目となったデリカ D5 は 三菱ならではのユニークなオールラウンドミニバンとして人気を誇っている。新型、デリカミニは、デイリーアドベンチャー。毎日の冒険をデザインテーマとした。SUV らしい力強いスタイリングの軽スーパーハイトワゴン。アウトドアレジャーの人気が高まる昨今。デリカシリーズの世界観を軽スーパーハイトワゴンに詰め込み。新型、 デリカミニとして提案する。新型デリカミニは力強さと安心感を表現するダイナミックシールドに特徴的な半円形の LED ポジションランプを内蔵したヘッドライトを組み合わせ、凛としながらも親しみやすい表情とした。フロントバンパーとテールゲートガーニッシュには立体的なデリカロゴを採用。 ブラックのホイールアーチに加え、前後バンパー下部に、プロテクト感のあるスキッドプレート形状を採用し、デリカならではの SUV らしい走破性を表現した。アルミホイールはタフさを表した形状とスタイリッシュさを、持ち合わせたダークシルバート装とし、足元を引き締めた。ボディカラーは新型。 デリカミニのコンセプトに合わせて新開発した。都会からアウトドアレジャーまであらゆるシーンに、馴染むアッシュグリーンメタリックを新色として採用した。